命がいらないようだな。砲芽衆、縁が潮流客、砲芽衆、そこだ、食らいつくせ、砲芽衆、逃がすかよ、とどめ、血だらけよ、クラスター、クラスター、クラスター、こいつはどうだ、砲芽衆、縁が潮流客、砲芽しちまった、砲芽しちまった、ケルマ、次はどいつだ、逃がすかよ、この命、そこだ、食らいつくせ、こいつはどうだ、とどめ、ゼロインパクト。邪魔するなら始末する。ハッ、砲芽衆、縁が潮流客、そこだ、砕き尽くせ、とどめ、血だらけよ、ゼロインパクト。ハッ、砲芽しまった。ハッ、砲芽衆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 、衣よ、弦は切った。こいつはどうだ、こいつはどうだ、縁が潮流客、砲芽衆、縁が潮流客、そこだ、食らいつくせ、砲芽衆、重ねてみろ、とどめ、血だらけよ、ゼロインパクト。片付いたみたいに、行くわよ。その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。片付いたみたいに、行くわよ。油断は禁物だぞ。砲芽衆、縁が潮流客、そこだ、くらいつくせ、逃がしはしない、デッドボリガード、縁が潮流客、砲芽衆、砲芽衆、しまった、クラスター、行くぜ、次はどいつだ、砲芽衆、そこだ、くらいつくせ、砲芽衆、しばらけだ、逃がしはしない、デッドボリガード。邪魔するなら始末する。砲芽衆、縁が潮流客、そこだ、食らい尽くす、逃がしはしない、デッドブリカード、砲芽衆、イラジベイル、砲芽衆、砲芽衆、砲芽衆、その程度、そこだ、食らい尽くす、逃がしはしない、デッドブリカード、つむじゲット、行くしまった、この程度、いいのせい、
この拳止められはしない。行くわよ。ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナーなもんでな。やれやれね。開かない。中から鍵がかかってる。かなり分厚い扉だ。ここが管理室じゃないか？おそらくそうね。他に入り口は？窓はあるが、鉄格子がかかってるな。独立した建物のようだ。周囲をくまなく回ってみよう。死神が相手だ。ディエンレイカス、つむじ月下、ここだ。くらい尽くせ、つむじ月下。絶勝軍とどめ、ラファンディレイブ、影すばる。やれやれね。ここが管理室のようね。手分けして鍵を探すわよ。俺たちは奥の部屋を探す。これくらい我慢しなさい。生きてる証拠よ。タンコブか。痛いってことがよ。でも痛いのは怖い。そりゃ誰だってそうだけど。ベルベットも。それにしても変なものが好きよね、男の子。好き。
好きなんでしょ。よくわかんない。でも本で見てからずっと不思議な感じがして、なんかドキドキする。うん、なんで針は北を向くんだろう。誰が動く仕掛けを考えたんだろう。これがあったらいろいろなところを冒険できるのかなって思うとドキドキする。そういう時は言えばいい。好きか嫌いか、楽しいか怖いか、あんたは生きてるんだから。僕は生きてる。これは私の意見、命令じゃないから。いい？分かった。鍵があったか。これで開門を開けられるな。羅針盤も必要だ。よく見つけた。うん。次は戦艦を潰すぞ。おう！船着き場へ行こう。どこか具合でも悪いのか。羅針盤が落ちてきて、タンコブができた。どれどれ。おお、結構腫れてるな。こいつは痛いだろう。うん。でも僕は生きてる。痛みも生きている証と言いたいのか。ベルベットが教えてくれた。よし、じゃあ俺がそのタンコブを押してやる。冗談だって。バカやってないで急ぐわよ。ここを落として船に戻ったら砂糖をもらってコブに塗りなさい。腫れが引くわ。別に怒らないから喋っても。ずいぶん気に入ったようだな。だが今は羅針盤はカバンに入れておけ。カバンに入れろ。そうだ、見たところ作りもしっかりしてるし、いいカバンじゃないか。マウリッツオリ。マウリッツオリって何なんだ。ダンダラチュラという雲から取った動物繊維を織った上質な生地だ。品位あるほのかな艶、赤子の肌のごとき滑らかな手触り、軽くて伸びもあり、通気性も耐久性にも優れている。だがそれだけではない。特筆すべきはこの生地の持つ衝撃吸収力で。あんたいろいろと詳しいんだな。知識と経験の裏付けが宝の目利きに役立つ。奪った宝を何でもかんでも積み込めば船が傾くからな。なるほどね。というわけで羅針盤を入れておくにはそのカバンは最適だ。ちゃんとしまっておきなさい。大切なものなんでしょ。うその力、
興味があるな。人に勧める気はないわ。片付いたみたい。行くわよ。命がいらないようだ。つむじ月下全勝負、ここだ。食らい尽くせ。つむじ月下、とどめ。ゼロイン全勝負。手応えがなさすぎる。死神がいる。ムジゲッカ、ここだ。クライスクス、ムジゲッカ、逃がしはしない。全勝負。ディエンデイケス、ムジゲッカ。クライスクス、ディエンデイケス、ムジゲッカ。全勝負。逃がしはしない。やれやれね。刀の下げに消える。ジュムジゲッカ、そこだ。クラインクルス、よろいよ。フォーガチュウ、とどめ。しがらけよ、ゼロインパクト。フォーガチュウ、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 そこだ。食らい尽くせ。つむじ月下、逃しはしない。無手かと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。いざ参る。消えないか。つむじ月下、レインが超越する。そこだ。食らい尽くせ。
覚悟もなしに立ちふさがるな。戦艦を潰すってどうやるんだ？戦艦は強力な大砲を積んでいる。その火薬を利用するんだ。すぐに済ませるわよ。ここだ。狙い尽くせ。義援冷却つむじゲット。全部勝負。そこね、ラファティレーザー影すばる。ところどけ義援冷却つむじゲット。全部勝負。やれやれね。一刀対魔士、船着き場はその先だな。通してもらうぞ。貴様たちは侵入者か？いや、どうでもいいか。ゴーマに関わる者は全て切り伏せる。我が蘭月流の剣でな。どけ、アイゼン。お前こそ下がれ。こいつは俺がやる。いや、これは俺の獲物だ。邪魔をするなら蹴る。死神を舐めるなよ。時間がない。お前たちは戦艦を潰せ。六郎、そいつはまだ。ああ、力を残してる。行くぞ。誰から蘭月流を習った？清涼特等大魔士、しぐれ様だ。嘘をつけ。あいつが弟子なんか取るか。暇つぶしに 2,3 個技を教えただけだろ。で、同じ技で叩き潰された。アイゼン、火薬は？仕掛けた。こいつをバンエルティア号への呪し代わりにする。この程度じゃ修行にならんな。だが、奴の居場所は分かった。おお、俺の目的も清涼になったぞ。恩返しもできるし、ちょうどいいな。あんたがやったの？ん？まずかったか？別に。死神の連れにはちょうどいい。
これで準備は整った。開門を開門するぞ。剣術、背中の大立ち。お前は蘭月の血を引く者か。なあ、そうだが、それがどうした。櫛山田という名を聞いたことはないか。蘭月にゆかりのある鍛冶職人らしいが。なあ、桃園にあたる包丁職人の一族だが、あんた料理好きなのか。いや、一品だと聞いたんでな。贈り物に良さそうだと思っただけだ。やめておけ。櫛山田は呪いの包丁だ。包丁自体は立派なものだったそうだが、握ったやつは皆誰かで構わず人を切りたくなっちまうんだとさ。噂じゃ鉄を打つ時に好きな女の血を使っただとか火にくべたとか言われてるが、真相は闇の中だ。職人どもが切り合って一族は滅んじまって、包丁は皆炉で溶かされて鉄くずになったらしい。それで櫛山田に関する話をほとんど聞いたことがなかったのだな。蘭月家の宿命、いや血なんだろうな。噂以上の一族のようだな。まあ噂以下よりはマシだけどな。準備はいいわね。その力興味があるな。人に勧める気はない。よし、開いた。今のはバンエルティア号が近づいている合図だ。急ぐぞ。わかった、とっとと開門を開けるわよ。うん、とっとと。命がいらないようだ。天使ショック、そこだ。逃がしはしない。捕らえられない。この刃を斬滅しろ。ディエンレイクス、ジュムジゲッカ、ディエンレイクス、ジュムジゲッカ、しまった。やめろ。ディエンレイクス、切り捨てごめん。準備はいいわね。ここだ。ナイスクス、ジュムジゲッカ、テンショック、とどめ、ラファビーレイク、
遅延冷却ジムジゲット全部のスイッチは遅延冷却ここだ食らい尽くせジムジゲット全覚悟もなしに立ち塞がるないざ参る遅延冷却ジムジゲット円が超能力ここだ食らい尽くせ方角とどめ違うよゼロインパクト肩慣らしにもならんな。死神が相手だ。消えれ。消えれ。切り捨てごめん。これが門を開ける仕掛け。一つ目のだ。開門は巨大な2枚の扉だ。開ける仕掛けも左右に2つある。なるほどな。よし、もう一つの仕掛けを探すわよ。どかないと死ぬぞ。つむじ結果原子力超死捕らえられまい。円が超有脚効果源観察しろ。気だらけだ。そこだ。これはどうだ。うるせよ効果源サロフェイスムーン。ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナーなもんでな。上座に戦場つむじげっか戦勝区そこだ食らいつくせつむじげっか死だらけ4時ゼロインパクト力だ。キエレイケツムジゲッカ。しまった。キエレイケツムジゲッカ。邪魔するなら始末する。行くわよ。円が超有脚。交換だ。ここだ。クライマックス。サーフェイスムーン。神闇の力だ。円が超有脚効果人残存滅細菌円が超有脚その程度で飛炎冷却気だらけだここだ食らいつくせ無事結果やれやれね。飛炎冷却つむじ結果ここだ食らいつくせつむじ結果逃しはしないデッドブリザード覚悟もなしに立ち塞がるな。刀の先に強力効果人万々滅災そこだ食
無手かと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。とっとと済ます。エンガ潮流角効果人そこだ。クライスクルード効果人ガンジャン滅災神サーフェイスバルそこをどけ。効果中エンガ潮流角効果中。大したことなかったわね。その程度で勝負ありだな。これで全開。バンエルティア号と合流する。船着き場に降りるぞ。にはさせんぜ。ここはわしの。わしの要塞だ。効果人逃しはしない。レッドブリガード重力重ねかけろ。
よ。円が蒸留客効果点、はい、こいつはどうだ。円が蒸留客効果点クラスター発火、えっちまった、昇進、えっちまった、船着き場はゴーマの巣だ。あれじゃ船に乗り込まれちまうな。って、時間がない。アイゼン、船に止まらずに開門を抜けるよう指示できる？それなら船は助かるが、俺たちはどうする？この真下を通る船に飛び移る。おそれしかないでしょう。アイゼン、なんとか合図を。必要ない。バンエルティア号は開門を突っ切る。伝えなくても？俺も同じ策を考えた。アイフリード海賊団の流儀だ。本当にまっすぐ来た。こっちも行くわよ。済むかな。死神に保証してほしい。セイフ！ちょっと何を！あんたはごめんなさい。大当たり！わあ！なんすか星じゃの！行くわよ。お見事！まずは命の恩人への感謝が欲しいな。
いやいや、触るなって言ったのに大砲いじって暴発させたんでしょう。そうじゃか、あれはいい暴発じゃよ。ごめんなさい。ちゃんと持ってなさい、そんなに大事なの。風、進路を出す。ならお前が羅針盤を見ろ。うん。ただし読み間違えたらサメの餌にするからな。しっかりね。あのライフィセットって、名前よ、あんたの。僕の名前、ライフィセット。いい名前じゃないか。紛るほどじゃないかな。海峡を抜けるぞ、進路を取れ、ライフセット。うん、進路はローグレス。いやあ、新鮮だな。まともに港に着けた。坊や、よかったの、サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの、海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分ノースガンド領の流通は大混乱するはずだ。それは耳寄りな。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたとか。タイマシが管理する監獄島だな。分かった、行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきましたが、お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるせいで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど、情報がボラードの見返りってわけだな。情報が見返り。最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょ。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行っても無駄よ、アイフリードはそこにはいない。なぜそれを。私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老、いつもは本部にいるはずだよ。様はいらない。海賊版アイフリードは俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらは王都にあるのかの。うん、王都のローグレス離宮に行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろ。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。ところでお前たちの船だがな、あれも仲間が乗り込んで開門要塞を抜けた。うちの探索船として使わせてもらうぞ。好きにして、勝手に乗ってきたものだし。探索船って。探索船の担当はベンウィックだ。あいつから説明を聞いてくれ。